皆さんこんにちは、ともり新田です。今日はですね、皮脂っていうものが実は敏感肌の方にもとっても大事、特に敏感肌で毛穴が気になるとか、ケアしてるんだけれども強くならないっていう方にはですね、皮脂をコントロールするっていうことがとても大事だよっていうお話をしたいんですね。皮脂の分泌を多くすれば乾燥肌とか敏感肌ってなくなるでしょう。だから皮脂を補うケアしてますよっていう、そこのあなた、実は敏感肌っていうのは先ほど言ったように乾燥がベースにあって、乾燥するから皮膚のバリア機能っていうのが低下しちゃって、外的刺激が入ってくる、それによってかゆみだったりとか、なんか赤みだったり肌の不調を感じる方がいらっしゃるんですね。ただ乾燥はしてるんだけれども、皮むきがするとかっていうことも、毛穴が目立ったりとか、毛穴とか目立つわけじゃないんだけれども、いろんなケアしてても揺らぎとかっていうのが治らないっていう方も多いと思います。敏感肌の方っていうのはベースに乾燥があるので、皮脂を補うっていう感じにしていると思うんですが、皮脂を補うんじゃなくて、敏感だったり乾燥肌の人とはいえ、やっぱり皮脂ってある程度出てるんですよね。実はこの皮脂が量が少ないだけではなくって、悪玉化してしまうっていうことが肌トラブルの原因じゃないかっていうことが、いろんなメーカーさんからフューチャーされています。皮脂の構成成分にはいろいろあって、例えば一番多いのがトリグリセライド、次にワックスエステル、スクワレンとかもあるんですが、有利脂肪酸というものがあるんですね。この有利脂肪酸っていうのが実は肌に悪影響だよっていうことは、カネボウのスキンハーモナイザーをご紹介したんですが、こちらは有利脂肪酸が肌に再吸収されるのを抑えるっていうようなベールがされているのがカネボウのスキンハーモナイザーでした。そもそも有利脂肪酸っていうのは皮脂の中ではそんなに多くはないんですよ。じゃあどうやってあるかっていうと、トリグリセライド、これがですね、紫外線に当たったりとか寝不足だったりとか、いろんなストレスが起こることによって、トリグリセライドがリパーゼという酵素とくっつくことによって有利脂肪酸になるっていうことが分かってるんです。特に敏感肌の方はですね、この有利脂肪酸が増えることによってで肌に悪影響を及ぼすっていうことをファンケルさんが見つけてるんですね。なのでこのファンケルのトイロというシリーズのバランシングドロップとバランシングミルクになります。ファンケルさんはですね、トリグリセライドからリパーゼの酵素の活性を受けて有利脂肪酸になるっていう過程を抑えてくれるっていうことになります。カネボウが有利脂肪酸自体をですね、再吸収させないっていうところに着目してるんですが、ファンケルさんはそもそもトリグリセライドっていうものが有利脂肪酸にならないようにしてるっていうことになります。ファンケルさんの独自技術でビタミン P の一種であるノビレチンっていうものが豊富に入っている、早摘みのグレープフルーツエキスというものが入ってるんですね。あとはすごく嬉しいことに、やっぱりファンケルさんって敏感肌を研究しているので、抗炎症としてトラネキサム酸も配合されています。今回は肌荒れ防止ということで入っているんですけれども、この時期はね、この炎症を抑えることによって、まあ、美白っていうことも考えられますし、あとはトリグリセライド自体は皮脂の構成成分で大切なものなので、いい皮脂が悪い皮脂になるものを抑えるよっていうことなので、皮脂を抑えてるわけじゃないんですよ。なのでそういった意味では、まあ、安心して使えるのかなと。カネボウをご紹介した時にアルコールがちょっと苦手ですっていう方もいたんですが、ファンケルさんはアルコールも入っていないので、より敏感肌仕様になるかなと。ただ私みたいに皮脂科の人だとしっかりと抑えてくれるカネボウもいいんですけど、敏感になっちゃうよっていう方はファンケルさんでもいいかなと思いますし、ファンケルさんは化粧水と乳液どちらもあってしっかりとケアができるっていう2ステップっていうところもいいのかなというふうに思います。カネボウもファンケルさんも与える系のケアなんですが、実はもう一つですね、敏感肌と皮脂に着目しているのがクレスクバイアスタリフトのクリーミークリアフォームになります。クレスクはですね、本当に敏感肌に向けたアイテムを作っていて、前にね、日焼け止めをご紹介したことがあるんですけれども、今回は洗顔フォームになってます。クレスクが着目したのが酸化した皮脂、過酸化脂質というものになります。過酸化脂質自体も肌に悪影響ということは前から分かっていたんですけれども、紫外線だったりとかを当たることによってアクロレインというまたさらに悪玉になるということが分かってます。過酸化脂質っていうものがアクロレインになるってことまでは分かってたんですが、これがどういうメカニズムで肌に悪影響を及ぼしているかっていうのはあんまりよく分かってなかったんですね。それをアスタリフトさんが結構研究したらすごい驚きのことが分かって、実はこの過酸化脂質、アクロレインというものができてしまうと、セラミドを合成する因子っていうものが低下するってことが分かったんです。過酸化脂質だったらアクロレインは角栓の中に結構あるんですよ。
どんな方でも角栓っていうのがあるので、そこに行くとセラミドの合成っていうのが低下しちゃう、乾燥だったりとか敏感肌になるよっていう悪循環なんですね。プラスアルファ角栓をいっぱい取り除くようなことをして強い洗浄力を使っちゃうと、それはそれで乾燥につながるじゃないですか。なのでこの過酸化脂質をしっかりと取りながらも、毛穴にある過酸化脂質のが含まれている角栓は落とすんだけれども、敏感の方だったり乾燥肌の人にも大丈夫なように作られているのがクリーミークリアフォームになっています。結構ね、泡の持続がよくって、ベースは石鹸系とアミノ酸系の洗浄成分でできています。石鹸系って聞くとしっかり取りすぎるんじゃないかっていう風な方もいらっしゃると思うんですが、それはですね、やっぱりある意味ちゃんと角栓を取らなくちゃいけないっていうところもあって石鹸系を入れてるのと、泡をしっかり立てたいっていうところだと思うんですよね。プラスアルファアミノ酸の洗浄剤を入れることによって、そのバランスをすごく整えているなっていうことは思っています。しっかりと保湿の成分も入っているので、私結構これ使ってるんですけども、泡は綺麗にモコモコってなるんですけれども、取りすぎてる感じはないですね。私はもともと乾燥肌ではないんですけれども、年を取っていくとそんなに皮脂がジャンジャン出るわけじゃない、表面はある程度皮脂あってもなんかちょっと内側がドライになってくるっていうこともだんだん感じてきているので、そんな私が使っても突っ張るなとかはほとんど感じなかったですね。逆になんか潤いが残る洗顔だなっていうふうに思ったので、より乾燥を感じる方でも大丈夫なんじゃないかなというふうに思います。まとめると、もちろんね、皮脂テカの人も皮脂を放置しておくことによって赤みだったり毛穴の開きっていうこともあるんですけれども、皮脂っていうものの質だったりとか、皮脂というものがどこにあるかで敏感になってしまったり乾燥になってしまうという負のスパイラルになってしまいます。なので洗顔で毛穴の中にある過酸化脂質を取り除くとか、いい皮脂が紫外線だったりとか睡眠不足とかいろんなことで悪玉にならないようにするとか、いろんな方法でですね、皮脂の量を変えるというよりは悪玉化するものをどうやって抑えるかっていうものが今回研究が進んだ成果かなと思います。保湿っていうのも大事で、皮脂を与えるとか水を与えるもそうなんですが、自分が出している皮脂の質を変えていくってことはすごく大事なので、そういうことを意識して敏感肌の方、乾燥肌の人はしていただければかなと思いますし、どんなに乾燥する人でもやっぱり夏っていうのは皮脂出るじゃないですか。それによって乾燥肌が夏でも進んでしまうってことはちょっと嫌だなと思うので、今日ご紹介したものとかをチェックしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。研究っていろいろ進んでるので、乾燥肌には油分を足すっていうイメージだったのが、実は自分が出てる皮脂の質を変えるとかっていうことで治安が保たれるなんて、やっぱり研究の進んだ成果だなと思いますので、これからもね、皮膚科学に基づいたスキンケアの用品が出てきたら、また皆さんにシェアしたいと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。